百万塔ダラには奈良時代に制作された百万木の木製衝動にダラニ業を収めたものである。ダラには制作年が明確である世界最古の幻想印刷物である。百万塔。九州国立博物館像、国立博物館所蔵品統合検索システムより提供。六十四年、エミオシカツの乱で亡くなった人々の母提を弔うと、もに、 神保国家を記念するために、昭徳天皇が、無垢上皇代、だら行の解くところによって制作された。俗日本紀宝紀元年4月26日上に、完成した百万塔を書持に収めたことが記されている。この書持とは、大安寺、元号寺、幸福寺、薬師寺、東大寺、西大寺、法隆寺、幸福寺,寺、四天王寺、宋福寺の十漢寺を指す。このうち、 元合寺、薬師寺、法隆寺、幸福寺、東大寺、西大寺の6寺には、小刀院と呼ばれる、百万刀などを収める道右も、建立された、百万刀各部図解木製三重小刀。刀身と草輪の二つから構成されており、刀身内部にだらにを収める構造となっている。標準的なものは、総高21.2センチメートル。 基底部計1 0 6センチメートル、頭身のみの高さ1 3 2センチメートルである。頭身は檜、の木、草輪は細かな細工がしやすい桜、サカキ、千段等の紅葉樹が用いられる。陶身及び草輪はろくろで引いて、のみで削り、軸部上端を筒状にえぐり、そこにダラニが収められる。草輪は、頭身の上部にはめ込まれている。現在は、 ほとんどが、素地になっているか、白色が残る程度だが、法律寺所蔵品の中には、群情、六章、主黄土色を残す元がある。規定部の理面、総輪の規定部等に、制作年月日や、製作者の氏名が黙書されたものがある。現存するものでは、法律寺大放蔵殿に保存されている、刀身45,755基分、総林26,054基分が、 最も多い。それ以外に、各地の博物館、個人に分蔵されている100万棟も、放流時期誘造品だと推定される。その他に、平城宮発掘地から、未完成のまま行きされたものが出土しており、区内に100万棟工房があったと考えられる。100万棟だらにのうち、地震院だらに法東京国立博物館像、国立博物館所蔵品統合検索システム、 提供。右側が包み紙で3の牧書がある。幅5.5センチメートル、長さ25センチメートルから57センチメートルの漁師をつなげ、教官にし、紙に包んでから塔に収められた。聖火堂文庫所蔵の17巻のセにを調査したところ、蝶予備長との混合品が15点を占めた。ほとんどの漁師は、中外防止を兼ね、大箱で染められ、 にじみ帽子のニカーが引かれた。無垢上皇大、奈良行において、尺尊は、四季まるバラモンラに六種の奈良におとき、俗に本紀にも、路板のもとに、各根本、地震、六度等の奈良におおくと記されているが、現存する奈良に、法流寺蔵三千九百六十二巻等には、根本、草林、地震、陰、六度の四種しか残っていない。修造、 大孤独集むは、俗日本書記にも記述がないので、最初からなかったとする説があるが、無孤城公大、奈良行では、根本、草輪・修造、自身院をセットにし、その後に、大孤独、集む、六腹を解いているので、前者四種のうち、修造だけ除くのは、不自然であり、むしろバラ門が通ったのではない、自信院を省略する方が自然ともいえ、修造、大孤独、 集むだけが減損しない可能性も捨てきれず、結論は出ていない。ダラには印刷物であるが、これほど大量の印刷物を一枚の木版で印刷することは、版が摩耗し、不可能なので、複数の版を用いたか、金属版を用いた可能性も指摘されている。また、版ではなく、木製ないし、銅製のスタンプを用いた説もある。無垢上高台、ダラ行は、 即天武功下の704年、ないし、皇が上位し、国号が唐に戻った705年に、寛役された。そして直後の706年には、白木で、同教が授業された。ダラには、上記のように、770年に制作されたもので、世界最古の印刷物とみなされていた。しかし1966年に、現在の大韓民国慶州市にある仏国寺、 釈迦島内のシャリ容器に木半釣りの無垢上皇大奈良行が発見され、国宝百二十六号に指定された。漁師は白犠牲で、島にて八十九年十一月から八世紀初頭にかけて用いられた側天文字で記されている。同時は七百五十一年に創建され、釈迦島も同時期に建立されたが、それ以降、改築記録がないため、 751年以前の制作と言えることになる。上記のことにより、100万棟だらには世界最古の印刷物から制作年が明確な現存最古の印刷物となった。ありがとうございます。